マザーが人を集めるときはオアーズラッシュのバグ屋へ行く。なぜかは知らないが、蛇の間では有名な話だ。他に手がかりはない。さて、バグ屋はどこかね。あっちか。毎度あり。品物は用意しておきます。どうか酒場でお待ちを。何をお探しで？布製、牛革製、鎖付きのものと豊富に揃えてますよ。欲しいのはバグじゃないの？ここはバグ屋ですが。ふん。さっきの男は何を買った？馬を連れてなかったけど。お客さん、なかなか鋭いですね。ですが、さっきのお客さんは馬をお連れでしたよ。馬を見ないことにはバグは仕立てられませんから。馬？またのお越しをお待ちしています。やっぱりただのバグ屋じゃない。馬というのは取引に必要な何かに違いない。だとしたら、さっきの客が持っているという馬、いただくとしよう。おや、お客さん、さっきの。ヒヒーン。馬を連れてきたよ。確かに馬だ。これでようやくあんたを客として扱える。遠回りをさせてくれたね。客を選ぶ商売でね。で、何を探してる？黒蛇盗賊団のマザー。マザーは乗客だ。頼まれても売れねえな。あ、そう。私も頼む気なんてないよ。
マザーは俺を介してある男に会ってる。人買いだ。人身売買の元締めでな、今は町の廃炉で商売してる。ふん、廃炉でね。言ったって簡単には会えねえ。合言葉がなきゃな。合言葉は左手の杯を飲み干す。ありがとう。覚悟しときな。奴とはただじゃ話せない。命の一つや二つは支払わなきゃならんぞ。へえ、安いんだね。まだついてきてる。町に着いてからずっと私をつけてる。うざったいな。やれやれ、素人か。誰だ、なぜ私をつける。顔を見せてもらうよ。遊びは終わりだよ、僕。その顔。見間違い？いや、まあいい。さっさと人買いに会いに行くか。右手に頭を掲げ、左手の杯を飲み干す。通れ。
では黒からだ。杯を取る。よし、お前の番だ。シロ、早くしろ。次連れてこい。次賭けなんかやってる。お前からだ。杯を取れ。やだ。今日ざめさせてくれるぞ、売れ残りが。白か黒かわからない。だから面白いんだろう。はあ、初めての客だな。あんただね、人か言って。名の通り、人を仕入れて売るのが仕事だ。で、どんな人を買いに来た、お嬢さん。黒蛇盗賊団のマザー。やばい客が来たもんだ。ヤクビかな。いるの？いないの？あいにくだ。マザーは出て行ったぞ。行き先は教えられん。見返りがなければ。なかなか素敵な匂いだ。岸辺の花っていうの、お気に召した？気に入ったのは香水の奥にある汗の匂いだ。どんな手だれでも自らの匂いだけはごまかせない。人は死を前にし恐怖すると酸っぱく匂う汗をかくのさ。だがお前の汗は甘ったるい。面白い話で、どうすんの？マザーの行き先を教えてやる。俺に勝てればな。へえ、いいね、わかりやすくて。と待て、俺は喧嘩が強くない。勝敗を決めるのはこれだ。死の宴。見てただろう。どうだ、こう。
別に付き合ってあげるよ。六つの杯の中に一つだけ毒杯がある。交互に飲み交わし、毒杯を飲んだ方が負けだ。他にルールは？逃げたら殺す。シンプルでいいだろう。負け知らずの人かいだ。あの女、勝ち目はねえぞ。俺からだな。それじゃお先に。残念、外れらしい。さあ、あんたの番だぜ、お嬢さん。猛毒だ。飲めば必ず死に至る。だがすぐには死ねない。時間をかけ激痛に蝕まれるのさ。へえ、いいねそれ。あんたが死ぬ前に行き先を聞けるわけか。強がるなよ。残念、外れみたい。でも、おいしいお酒、もう一杯いただくよ。おいしい。なんて女だ。2杯続けて飲むなんて初めて見たぜ。1杯ずつ飲むってルールはないでしょ。蛇の女か。実はな、俺も蛇だ。へえ、先輩？俺はここで死にゆく者たちの匂いを嗅いできた。あんたの匂いも嗅いでやるよ、お嬢さん。さあ、残りは二つだ。どうする？別に死ぬのは怖くない。ここで死ぬなら、ああ、そうか、って思うだけ。怖いのは、ただ、欲しいものを諦めること。何だって書けるの？欲しいもののためならね。ごちそうさま。俺は毒のわずかな匂いの嗅ぎ分けられる。毒杯を避け相手に取らせる。それが俺のやり方だった。だったら勝つこともできたでしょ。お前を試したくなったな。こう、俺の負けだ。飲みやがった。最後の毒杯を。約束通り、マザーの行き先を教えてやる。
マザーのアジトはウェルグローブにある。マザーズガーデン。表向きは孤児院だ。地元の修道院に支援されている。そこで蛇の卵となるガキを育ててるのさ。修道士にでもなれば潜り込めるだろう。邪魔したね。蛇たちの争いはずっと繰り返されてる。俺は黒蛇を抜け損なった。先代に敗れた。先代。あいつもいい女だったぜ。まずやられたな。あんたの欲しいものとやるが。ぜ。どうも。君、さっきの。その顔。ソローネ。行こうぜ。マザーのお仕置きだ。うん、ピルド。ピルロにそっくり。小さい頃、君と初めて会った気がしないの。僕もお姉さんが大事な人な気がしたの。だから追いかけてきたの。もしかして君の父親はピルロって人じゃない？お父さんが誰だか知らないんだ。私もだよ。似てるかもね、私たち。バイバイ。ファーザーはこう言っていた。仕事を片付けたらウィンターブルームまで来いと。詳細を告げず場所だけ指示。いつものやり方だ。町外れに蛇の根城があったはず。きっとそこに。仕事を把握し、ファーザーの隙を探らなきゃ。そして
ファーザーを殺す。ファーザーはいない。おいおい、来たぜ。うっ、こりゃマジで美人だ。ん？姉ちゃん、俺らと遊ぼうぜ。うせな。ガキの相手してる暇はない。よく見ろ、こっちは男三人だぜ。あんたを好きにしていいって言われててさ。おとなしくしな、アバズレ。かわいい声で泣かしてやるよ。うざったい。眠ってもらおうか。おねんねしな。おねんねしな。おねんねしな。見事だ、娘よ。ファーザー、生かさず殺さず、相手の動きだけを損。寸分狂わぬ技術がなきゃできねえ芸当だ。どうも。ガキってのは素直だな。小銭を渡しゃ言うことを聞く。美女が来るから好きにしていいってな。今頃お前を抱く夢を見てるだろうさ。怒んなよ、ソローネ。からかっただけだろ。いい加減にして。仕事のたび悪ふざけに付き合わされて。そのおかげで腕が上がっただろ、黒蛇のエースさん。例の仕事は片付けてきたようだな。あれもからかったっていうの？こう騙して殺し合わせてか。だから言っただろう、ソローネ。お前がふさわしいんだ、後継者にな。今回の仕事が終わったらその座を渡す。いらない。私はあんたを殺すために来たんだ。隙はある、必ず。さて、そろそろ仕事するか。詳しい話は現地でする。準備ができたら来い。
場所は町の東だ。わかった。これでどうだ、これでどうだ、さすがだ。背後にも隙がない。でも必ずファーザーをやるチャンスはある。敵を仕留める瞬間、どんな手だれでもその時は他に注意を払えない。敵を仕留める隙を狙い、ファーザーを殺す。で、仕事の内容は？雪うさぎ。この町を根城にする盗賊団だ。黒蛇と仲良くやってきたが、最近縄張りを荒らしやがった。裏切り者には死。そういうことだ。入り口に見張りが一人、他の護衛はいない。アジトの中にいるボスが標的だ。ソロ、お前が行け。俺は援護に回る。援護？二人で仕事をすることは何度もあったの。ファーザーが標的を仕留める役割だった。なぜなら彼がやるのが最も確実だから。何を考えてる？まさか私の考えを。腑に落ちないって顔だな、ソローネ。見せてもらうだけさ、後継者の力量。予定が狂って、仕事を進めて気を伺うしかない。わかった。初めての仕事を覚えてるか、ソロン。何？急に。もう慣れたのか、血の匂い。行ってくる。
これでどうだ。おねんねし。おねんねしも。殺した方が確実だ。死体は追ってこないから。でも無駄な殺しはしない。気分が悪いから。いつからだ。いつから殺しをためらうようになった。頼む助けてくれ。さあやってみる。できないよ。ウブだな、ソロ。だが同情ならいらん。そいつはクズだ。さあソロね、お前もやればわかる。血の匂いはな、癖になるんだ。そのうちファンにだって塗りたくなる。それならヒイチゴの方がいい。そうか。人ってのは皆生まれ持った才能がある。神から与えられた仕事、天命ってやつさ。お前の天命はないほうそう。生きたいなら殺せ。あれからファーさんが教えるままに殺しを覚えた。奪った命の数ももう覚えていない。この手にはもう血の匂いが染みついている。で、あと少しだ。ねえ、あんた、助けて。私、売り飛ばされちまう。噂を
聞いたんだ。雪うさぎが女をさらい売り買いしてるって。ねえお願い、私を助けて。お願い助けて。助けてやる。でも仕事の後に。待ってな。あんたいい人だね。さて行くか。いいでしょう。はっ、いざ。はっ、行くよ。急い。ほよ。はっはっ。悪い。掃除する。悪いけど本気で。さて何が出るか。すまない。こちらの番だな。行きますか。この行くよ。さて何が出るか。ソローネ。ああ、改めなさい。どうですか。やれやれ、大人げなかったですね。ここでやる。出番。はっ、クライナ。と行くぞ。マジだ。オンリスピー。富国の誇りとともに。こちらの番だな。蛇は素早いよ。行くよ。ブラボーソローネ君。ほらほら、私の獲物だ。どりゃー。出番。さて何が出るか。シャキーン。行くぞ。やらせ。さてと。せません。行こう。さあ来い。ほよ。いいです。来い。せません。
やらせ。遊びは終わりだよ。さて、何が出るか。すまない、ソロ。ソロ。いや、止めろ。まだまだだ。ここからだ。政治はいい。剣が錆びる。あそこ。さてと。いざ。おめえ。出番。さあ、行こう。ストイ。笑顔。へへ。相手になろう。どうぞ。こちらの番だな。まだまだだな。かかってこい。出番。いざ。とどめだ。いいでしょう。私の獲物だ。ここからだ。行きますか。この戦いは本業じゃないんですが。ここでやる。行くよ。こちらの、これでどうぞ。富国の誇りとともに。さて、行きましょうか。さてと。聖火の光輝きたまえ。そう。おしまい。道を塞がないでください。ここからだ。使わせて。さあ、いいでしょう。はっ、私の獲物だ。どりゃー。はい、行くよ。そら、ゴミは片付けなきゃね。相手に出番。
やってやるよ。そう。さあ。そう。さあ。はっ、イエイ！飯にしよう、飯！私の獲物だ。あっあっ、行くよ。悪いけど本気出す。さて何が出るか。本に行きます。やられた。これは、まだまだだな。これでどうだ。世辞はいい。剣が下げる。政治はいい。剣が下げる。行くよ。
欲しいなら取ってみな。貴様、何者だ？どうも、掃除屋です。その入れ墨、黒蛇か。縄張りの件か、手間を取らせたな。黒蛇とは長い仲だが、雪うさぎは気まぐれでな。蛇は老いた。かつての力はない。小娘を送り込んでくるのが、その証ではないか。ごちゃごちゃと。試してみなよ、小娘かどうかさ。そうさせてもらおう。俺は貴様らを見限った。より強い奴と組む。蛇の死期は近い。掃除屋です。掃除する。蛇は素早いよ。掃除出番か。行きますか。この一戦、こちらの番だな。使わせてもらう。私の獲物だ。ここからだ。これでどうだ。さあ、そう。ブラボー、ソローネ君。悔い改めなさい。こちらの番だな。使わせてもらう。さあ、行こう。どやー、来た来た。火花出番か。いいでしょう。毒撃弾。行くよ。くらいな。私の獲物だ。いざ、もののために。大剣将ブランドよ。やれやれ。
手にをあがないなさい。よっ、どうですか。行きますか。来た来た。こちらの番だな。とどめだ。クコクの誇りとともに。はい、終わり。命だけは勘弁しろ。何でもする、頼む。靴を舐めればいいか。頼む、その靴を俺に舐めさせてくれ。哀れだね。悪いけど仕事だから。どんな手だれも敵を仕留めるときは隙がある。だったな、ソロン。ファーザー、安心しな。急所は外した。死にやしねえ。教えを律儀に守るとは可愛い子だぜ。だが甘いな。それじゃあ俺はやれない。気づいてたの、私の目的に。なんたってお前の父だからな。何でもお見通しさ。今のも俺が手加減しなきゃ死んでたぞ。助け。行儀の悪いウサギだ。ソローネよ、何が気に入らない？ん？誰より大事に育てたつもりだったがな。私はもう疲れたもん、この生き方に。だから盗賊団を抜ける。そのためにファーザー、あなたを殺す。そっか。嬉しいぜ、ソローネ。やっぱ俺の娘だ。覚悟ができたらモンテワイズまで来い。待ってるよ。そこで全てを終わらせよう。ファーザー、動けなかった。遅かったか。はじめからファーザーに好きなんてなかった。
正面から向き合って彼を倒せるのか。やるしかない。モンテワイズ、彼はそこにいる。行かなきゃ。自由を盗むため。